離婚？とうとう私についてこれなくなったみたい。まあ頃合いだと思うわ。私この家帰ってくるのも嫌だしさ。ここから引っ越す。山梨に移るぞ。え？正直離婚はどうでもいいけど、引っ越し？この楽器言うようになったわね。山梨に行くのはなんで？この女のせいで椎名家の風評はボロボロだ。なんかね、インバイフがいる家にされてるのよ。あんたのせいだろ。ここにいることに私は耐えきれない。むしろ今までよく耐えたとすら思うわ。ちなみに私は神楽坂の男のところに行くのさ。都、間違ってもついてくるなんて言わないでよ。痩せっぽちも治ってきて、あんたは間違いなく美人になる。私そっくりに、下手すると男を取られかねないわ。行くわけない。心底せいせいした父さんのために。私もこらえてきたけど、お前のおかげでどれだけ私が惨めな思いをしたか。ムカつく楽器。ほんと私にそっくり。都も中学生になるからちょうどいいだろう。またあっちで一からやり直す。もう私は一から始まっている。友達ができたのだから引っ越したくない。ああ、あの仲良し男女グループかい？断言する。男と女は友情って適用されないよ。特にあんたのような女がいるならね。私の子だからわかる。あんたのせいでその男女グループボロボロになるよ。あんたが男を惑わしたりして力関係が狂って。ならない。風間ファミリーはボロボロになんか絶対ならない。どうだかね。いいからさっさと出ていけば。ああ、言われなくてもそうするさ。なんつう目つきするの、母親に向かって。ああ、不幸だわ。あんたなんて産むんじゃなかった。子供は母親を選べない。それも不幸。都に友達ができたのは知ってるが、私もここにいては精神が持たない。つまんな、決めたことだ。そう。でも私は、友達はキャップたちしか考えられない。だから、引っ越ししても会いに行く。これか。私たちの歩み、第3話。付き合う前に今までの記憶をまとめておこうかと。ちなみに母親は病気で行きました。私は心から嬉しかったけど、お父さんすごく悲しんでた。泣いてた。アーマで浮気されても好きだったという喜劇。私の一途さは父親遺伝だよ、ヤマト。いつでも襲えるようにいるんだけど。とても認めたくないけど、体はあの女の遺伝。一途だけど、エロスです。はい。最後に何かもう一押しあればな。御殿場ってアウトレットとかあるとこ？話をそらそうとしても無駄だよ。どうやら今日は俺様たちだけみたいだな。そうだね。なんかよ、最近微妙に集まり悪くね？うん、まあね、忙しい人もいるさ。金曜にはみんな来るよ、そのための集会だし。そりゃそうだけどな。知ってるか、こういう秘密基地な思い出って大抵は小学生の時で終わるらしいぜ。まあ僕たちは特殊だと思うな。そこでだ、思うんだが、もしかして
俺様たちさ、もうこういうことする年齢じゃないんじゃねえの？ね、だから無意識でも足が遠ざかるというか。それは違うね、ガクト。秘密基地という言い方だけは子供っぽいけどさ、深夜によくコンビニ前に不良がたまるノリだよ。居場所っていうか。ああ、なるほどな。わかる例えだったぜ。ちょっとはやるな、モロ。でもよ、別の居場所が見つかったらどうなる？ここより居心地のいいところなんてないと思うけど。そりゃお前にとってはだろ。やけに引っかかる言い方するね、今日は。ガクトはここよりいいところがあるってわけ？ない、ここ最高だろ。じゃあなんでそういうこと？友達に彼女ができると付き合い悪くなる。あるね、そんな通説。僕らに関係ないけど。それが？今日同じジムに通ってるやつに愚痴られてよ。もし俺様に彼女できたと仮定しよう、集まりがかなり悪くなると思うぞ。だからそんな風にいつか俺様たちも集まりが悪くなっていくのか、複雑だなと思ったわけだ。ごくごく稀に真面目に考えるよね。心配はいらないと思うけどね。俺様も心配はしてねえけどな。てか単純に今月中旬から期末考査でみんな勉強を。あ、それ以上言うな、もろよ。まあそれにたとえ誰かがすごく忙しくなってなかなか来られなくなってもきっと。こんばんは。お、今日は微笑ましいバカコンビがいるぞ。ああ、バイト疲れたぜ。まあそもそも余計な考えだよね。そうだな。おお、どうした？何か相談事か？私に話してみろ。ガクトに彼女ができたと仮定しての話だから。そりゃないわ。はもんなよ。そう、余計な心配だよ。今日は弓道部に行ってくる。ちゃっちゃと終わらせて集会に備えるよ。部活に励む、良いことだな。ううん、定期的に弓持たないと感覚鈍るから。クールに流すな。部活の中で孤立せず、みんなと仲良くすればいいもの。迷ったが、みやこは一度怒らせているからな。自分たち以外ともつながりがあった方がいいと思う。都には都の主義がある、これは理解した。しかし友ならば忠告ぐらいはしてもいいはずだと、二つの間で揺れている。分かった。だが任せきりにはしないぞ。押し付けはしない。打ち起こしはこんな感じだと思います。そうそう、椎名さんのポーズに似てる似てる。ちょっと斜めに打ち起こしてるのよね、椎名さん。正面の時もあるけど、あまり見ないわね。使い分けてるみたい。推測だけど。流派が違うんでしょうけど、むしろこんな風にしてるからプレミアムに命中率がすごいのかも。ちょっとそれでやってみれば。まず無理だと思うけど、物は試しもいいかもね。私の真似をしているの？あ、びっくりした。椎名さん、ちょっとみんなで椎名さんを研究しているところなの。そうそう、やり方盗ませていただこうかなって、うん、なんでプレミアムなため息を？冗談でも人のやり方盗もうとか10年早いよ。それに私のは独特だし参考にならない。小島先生の言うことをよく聞いていればそれでいい。一番綺麗な姿勢を教えてくれるよ。だって椎名先輩、みんなの弓道を見るっていう条件で部活に入ったんじゃないですか。技は教えない、盗みもするな、行動も守らないじゃ何のためにいるんです。そうだね。でも
報道を守る気一切ないの。そんな勝手な、ちょ、聞いてるんですか？ああ、もうこうなっちゃう、聞こえてないし。この集中力がとにかくすごいよね。さすがです。何よりなんて鋭く軽妙な離れ。私たちと一緒に練習しましょう。私はいいって、自分で好きに動く。ほんと自分勝手ですね。どうした、何を騒いでいるか。すみません、練習を始めます。ほら、武蔵さん。はい。ん？やば、少しいいか。なるほど、シーナの勝手で亀裂は広まるばかりだな。私、いよいよシーナさんと話をしてみます。今のままだと夏休み前にクビだとはっきり言います。そう、ではシーナも退部だな。ええ、むしろきっぱり幽霊部員でいてくれた方が助かりました。優秀なのは認めますけど、優秀だから何をしてもいいってわけじゃないと思いますし、わがままはチームの崩壊につながりますから。あ、テストの点に影響出たらかわいそうだから期末後に。そうだな、わかった。気の使い方がお前らしい。しかし根の深い問題だな。シーナの協調性改善にもなると思ったが難しいな。